こんばんは、ゆかりです。トミックスのサロンカーなには、ゆかり鉄道創設初期の頃からある客車で、レイアウトの試運転、ATF オイルトフの試験、N 小屋さんの内装を施工したり、何かと実験に使ってる車両です。今回は、日頃の感謝を込めて、このサロンカーなにわを整備していきます。ゆかり鉄道に所属しているトミックスのサロンカーなにわですが、カプラーを TN カプラーに交換、オリジナルの室内灯と終電周に ATF オイルを施工しています。内装は N 小屋の内装パーツを施工しています。車両の状態を確認していきましょう。外観は少しホコリがついている程度で、綺麗な状態を保っています。墨入れもしていないので、ほぼ元の状態です。室内灯は白色 LED に黄色マスキングテープを貼り付けて、簡易的に電球色化したものがついています。不具合はないのですが、 SL 山口で施工したガンダムマーカーを使った電球色化を施工します。中を見ていきます。 N 小屋さんの内装パーツに一部剥がれがありますが、ほぼ問題がないですね。 N ゲージサイズでは小さいのであまり目立ちませんが、室内灯とセットで使えば精密感が増していいですよ。台車は走行歴があるので、ホコリの巻き込みが結構あります。これも分解してきれいにしていきましょう。ゆかり鉄道オリジナルの室内灯を新しいタイプの簡易電球色化しました。 N 小屋の内装パーツがいい雰囲気を出していますね。中間車の方も施工していきます。この室内灯は 12V のものを 3V に加工したものですが、良好なのでそのまま使います。クーラー機種やベンチレーターに墨入れを行います。墨入れブラックを大胆に塗って、乾いてから拭き取っていきます。ユニクリーナーを染み込ませた綿棒を使って余分なところを拭きます。綿棒も先端が尖ったもの、細いものなど何種類かあると便利です。拭きすぎてももう一回塗ればいいので、気に入るまでやっていきます。製品では付属しませんが、トミックスの12系客車の反射板が余っていたので、最近の実車のように反射板を取り付けました。次は台車ですね。これは車輪、終電周、終電スプリングに分解をして、台車は綿棒で清掃します。金属パーツはパーツクリーナーを容器に入れて汚れを取ります。数量分入れると液が汚れてきます。台車は外さなくていいのですが、今回は大きなホコリの付着はなかったので、綿棒でホコリを取っていきます。足回りが綺麗になりました。ゆかり鉄道では常識になっていますが、接点保護のために終電周の車輪と接触する部分に ATF オイルを塗布しています。台車があれだけ汚れていましたが、車輪の当面のメンテナンスだけでほぼ1年間終電周はメンテナンスしていませんでしたが、室内灯のちらつきはほとんどありませんでした。ユニクリーンオイルは終電組塗布禁止となってますが、 ATF は接点保護に有効と考えています。メーカー様の保証が受けれなくなる可能性もあるので、おすすめはしませんが、試される方は自己責任でお願いします。終電部の接点改善に接点グリスを使用する人もいますね。ゆかり鉄道では接点グリスはあまり長持ちしなかったので、最初に使って以来塗っていません。好みが分かれるところですね。 ATF はオイルなので塗りすぎると垂れますが、車輪を外さなくても施工できるので、その点も利用している理由です。7両分整備が完了したので試運転をしていきます。整備したてなので若干のちらつきがありますが、すぐに馴染んでくるレベルです。室内灯があると内装がよく見えますね。しばらくゆかり鉄道線内を周回していきます。この朝庵のビッグボーイも
導入時は脱線しまくりでまともに走りませんでしたが、安定して走るようになりました。まだ更新時には脱線することがありますが、カーブや勾配の多いゆかり鉄道で前進時にこれだけ走るようになれば合格ですね。もうすぐ加藤からもビッグボーイが発売しますが、走行性能はどんな感じなんでしょうね。日本のメーカーさんが作るので安定性は高そうですが、大型機なのでどうなるか気になりますね。脱線もなく順調な走りです。これだけ走るようになれば嬉しいものです。今回はここまでです。走り込んで汚れた鉄道模型をきれいにメンテナンスしました。元から大きな不具合はなかったですが、それらの点検も兼ねて整備するのもいいですね。しかし整備するつもりが逆に悪化させてしまったり、精密な部品が多いのでなくしたりすることもあるので、作業には慣れが必要ですね。ゆかりさんもいろいろやらかしてきました。ゆかり鉄道では、鉄道模型の紹介、メンテナンスをメインに動画を制作しています。高評価、コメント、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。本日も、ゆかり鉄道をご利用いただきまして、ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。